ミュージカル落語は劇団四季出身の落語家、三遊亭キワムトが創作した古典落語でも新作落語でもない新たな落語のスタイルである。2004年、三遊亭キワムトが三遊亭アローを名乗っていた二つ目時代、自らの経歴を生かして創作したミュージカルと落語を融合した落語の新しい表現方法である。ピアノやチェロといったアコースティック音楽の伴奏をつけ、 話の中に歌ったり、バックミュージックとして取り入れたりしながら、古今東西の名作や、偉人伝を分かりやすく、面白く、語り歌うエンターテインメント。笑いあり、涙ありとエンターテインメント性が高く、従来の落語ファン以外の層からも注目を集めている。佐田正史の楽曲、償いを題材としたミュージカル落語、償いでは、細かな心理描写や、極めて道徳的な作品であるとして、 評価を得ている。全国の小中高等学校へ芸術館紹介などで披露している。2009年現在、東京都新宿のミノトールニア埼玉県所沢市民文化センターミューズなどで聴くことができる。2014年第69回文化庁芸術祭参加公演、参加作品としてミュージカル落語レミゼラブル・ウィズ・オーケストラが承認された。 2008年5月30日、ニュース23にて、アローのミュージカル落語特集で、スタジオ制ライブを行った際、出演後に、電話の問い合わせがあり、当番組史上最多の問い合わせ件数を記録した。公演、イベント、最優定期ワ無党オフィシャルサイト、閲覧2017年6月8日、平成26年度文化庁、芸術祭、文化庁、閲覧2017年6月8日、 ありがとうございます。